瀬の,雄戦勝兵の密書諸君は数年前一年ごろになると毎日のように銀座のあるコーヒー店の2階に現れ 空いていてる限りいつも決まりきって同じ片隅のテーブルに1人座って夕食をとっていた外国人を覚えていないだろうか3十にはまだ手が届かないらしくいつも握りに金飾りのついた無チのステッキを持ち髪を真ん中からきれいに分けでっぷり太った顔は酒に酔ったように赤くて背はそんなに高くないが肩幅の広い健康そうな体に のの二重ボタンの服がよく似合った。これだけ説明しただけで「あああの男なら見たことがあるよ」と頷なずく人も諸君のうちきっと1人か2人はあるに違いないのだこの男は最近同じ会社の美貌の日本人ステノグラファーとほとんど前後して東京から姿を消ししかもその後用として消息がないので知人間ではいろんな風説を生んでいる。 ある者は女を連れて故郷オランダへ帰りチューリップの求婚証人になったのだと言いいある者はいや女とは関係ない彼は上海において神のみが知る不思議な方法で大金を得たのだと言いい某国のスパイなことがばれたので船で女と心中したのだろうという説もあるだがそれらの説はいずれもよたなのである 本当はごく最近バタビアのある病院の一室で狂人として問診したのだ妙な生きがかりから彼と知り合いかなり親密な間柄となっていた私は思いがけなくバタビアの病院にいる彼から初めてのそしてまた最後の長い手紙を受け取ったその文面に驚いて早速病院に問い合わせたところ もはや彼は死んだあとだったのであるその手紙は判断に苦しむ乱筆の上に前後の順序もむちゃくちゃで意味を汲み取れぬ箇所も多かったが大体の真相は苦心の末に想像できたそれだけ前置きしといて物語に移ろう2 ヤコブ・ワン・デーゲンはアムステルダム生まれのユダヤ人で8年前に日本へ来て丸の内ウォークト商会の初期となり麻布のオランダ人の家に下宿してそこから毎日会社へ通っていた無機動なことはやらんし日本語は上手だし会社における彼の評判は悪くなかった彼の見るところによれば日本の女は同国人に対しては慎み深いが 外国人に対してはひまわりが太陽に向いて花を開くごとく自由で大胆とのことだがそれにもかかわらず彼がその種の女に見向きもしなかったのはひどく理性に富んでいてすべてが打算的であったためであるらしいその物語彼が近頃会社に入ったステノタイピストミネコを見るに及んで初めて触手を動かしたのである もって、この峰子なる女が、いかに怖くて的な妖霊な女性だったか、容易に想像できよう。この女は、やや奔放なところはあったが、薄着布のような皮膚に、むっとするほどの青春をみなぎらせ、すっすと伸びた若ぎのようなみずみずしさがある上に、どこか情熱的なたくましさも見えて、英語だってかなりものになっていた。二人が。 転落する石のような勢いで次第に深みへはまり込んでいったのはどっちに罪があるとも言えなかった双方が同時に好きになって同じように愛し合ったというのが一番合っていたけれども仮にこの女が奔放であるというのが表面的の感じばかりでなく本物であるとしてもその種をまいた人間はほかにあったのであるそれは ねっちりとミミズのようなしつこさで峰子の美貌を愛している若い天文学者で世の中には風変わりな趣味を持つ人間もあればあるものでこの男は胸にじりじり恋の炎を燃やしながらまた結婚しようと思えば女の方でいつでも同意してくれるにかかわらずいつまでたっても結婚の毛の字も口に出さず女に極度の自由を許して 他の男とと交際することを奨励していたこの若い天文学者はある時など峰子を夜だけカフェに勤めさせ彼女が危機として他の男と騒いでいるのを罪のテーブルにガマのようにうずくまって眺めながらちびりちびりコクテールをなめずることに言いようのない快い刺激を感じたという猛獣使いの名人が 一本むちで猛獣を訓練するように彼は細心の注意と粘り強さで峰子を注文通りの女に仕上げようとしたどっちかといえばハニカミ屋でウぶだった峰子はこの男の奨励やこの男が供給してくれる書物によってだんだん大胆なコケティッシュな女となったおい峰 近頃はあのとうにのぼせ上がっているというじゃないか明日から会社を辞めてしまえよぶらりと峰子の下宿へ訪ねてきた彼が初めて本当に初めてこんな弱音を吐いたのは女が大久戸商会へ入ってそこのデイケンとの関係が次第に目に余るようになり始めた頃のことであったあらだってあなたは誰とでも交際しろとおっしゃったじゃないの。 風向きが変わったのねあの人はあたしと結婚したがっているのよ愛武して育てた子ぐまがいつの間にか手に負えぬ荒熊になっていることは彼はまだ気づかずにいるそりゃ俺という男がついているのをあの毛頭が知らずにいるからだどうだかね女の口元に嘲笑が浮かんだ 俺もこんな生活には空いた明日から一緒に暮らそうこれからすぐ家答の家へ行って俺のことを話してきれいさっぱりと手を切ってこいいいわそんならこれから行ってきます女が部屋を出かけた待て俺も家の前まで一緒に行くいつにない彼の絡みつき方だった 2人は夜の街に自動車を飛ばせた目的の家の近くで自動車を降りると彼は闇に佇んで時計を出してみた雨が降り出した今6時50分早く指輪を返して帰ってこい10分間もあればたくさんだろうえっ ?7 時になって帰ってこなかったら俺は帰るよ そうなったら。お前との仲もそれまでだ。わかったかい？男には長い経験で裏付けられた。岩のような自信があった。わかったわ。女は小刻みの靴で敷石を踏み鳴らしながら門を入ると。玄関のベルを押そうとはしないで、建物の横手の小ぐらい階段を走り、登ってそこの音はをノックした。 おい。愉快そうなデイケンの声だった扉を開けて入るとガスストーブの前で本を見ていたデイケンが笑った雨が降っていますか。女の肩に光る雫を見ながらそう彼が達者な日本語で聞くのだった女はそれには答えずさっさとストーブのそばへ近寄って椅子に腰掛けると 指輪なぞは返そうともしないで、あなた大変なことになっちゃったわと多少誇張しながら前置きして今まで隠していた天文学者との奇妙な関係をほとんど10分間ほど立て続けに興奮してしゃべり立てたそしてそのあとで「あなた東京にいるとうるさいからすぐ2人で上海へ行きましょう」 戦争も久たびになったからきっと何か仕事がありますわ」とダだ,だっこのようになって熱心に口説き始めるのだ。一国も東京にじっとしていらねぬといったふうな装装が女のジウやごせいに見られた。霊健はミネコの言うことには一度だって反対したことのない男だった。それに寝が氷白じの彼は。 日本に対する執着などは爪の赤ほども持っていなかったので東京から上海へ移ることを隣の部屋へ移るほどの気安さで承諾してしまった興奮した峰子はわらわな震える手でジャパンアドバータイザーの船の広告をランプの下に広げたひとしきり食い入るように霊ンはたくさんの船の時間を見比べていたが 別々の船に乗った方がよろしいです。私はあさって出版の「エンプレス・オブ・キャナダ」で一足先に上海へ行って家を探しておきますあなたは1週間ほど遅れて来てくださいじゃあ私諏訪丸で行きますからはとばまで迎えに来てください船を変えたら電報でお知らせしますわ2人の打ち合わせはいつまでも続く 門の外では街灯の襟を立てた男がじれったそうに行きつ戻りつしていた七時になったそれでも女は降りてこないなお三十分待ったそれから彼は静かに家を去って闇の中に消えた3 部の Y3 魔党近くの日本人の酒場へ入ったデーケンは酔っ払った英国水兵の間を通ると空いているテーブルを見つけて力なく腰掛けたひどく彼ががっかりしているのは諏訪丸に峰子を発見することができなかったからなのであるボーイさんウイスキーソーダをください得意の日本語でそう注文すると ポケットから電報用紙を出してテーブルの上に広げじっとそれをにらみながら峰子に打つべき伝文を考えた最も簡単な気の利いた文句でそれを読むと彼女がどんな仕事をも法的してすぐにも船に乗らずにいられぬような名文はないだろうか日本語がお上手ですね。そう声がするので隣のテーブルに目をやると船のスチュワードであろう ボタンを外した街灯の下から白服を覗かせた男が笑っているのである。デーケンもうなずきながら微笑した。その男はデーケンのテーブルに椅子を引き寄せ、手帳の1ページを破り取ったような小さい紙切れを出して、これに何が書いてあるんですか英語なので読めないんです。なんということでしょうか 賢はニヤニヤ笑いながら髪切れを取り上げしばらく長いまつげのある灰色の目を細くして鉛筆の走り書きを読んでいたがみるみるうちにそのあから顔から微笑が消え恐ろしい総合になったじっと目を据えて髪に穴が開くほど見つめた10秒たつも目を離さず20秒たっても身動きもしない やがて長いため息を吸い込んでほっとそれを鼻から吐き出したかと思うと彼はまるで毛虫でもつかまされたかのように紙切れをテーブルの一番向こうの端に押し合って檻からボーイが持ってきたウイスキーソーダを細々と床の上に垂らしながら紙切れをつまんだ指先を丁寧に洗った船の球児はあっけに取られてそれを見ていたがなんとか 書いてありますかあなたは一体誰です私ですか私は三河丸の球児のクイセというものですクイセはこの外国人の慌て方がおかしくてたまらないらしかった霊犬は半ケチで指を拭きながらあなた書きましたかこの英語は 冗談じゃありません。私には読めないから読んでくださいとお願いしているんです。本当ええ。あなた、気は確かですかえ狂人の病院に入ったことはありませんかあ <laughs> 冗談じゃありません。お気分はいかがです 何ともありません。船の球児は狐につままれたような顔だった。ではあなた、いつもと同じなんですね。はあ。そりゃあおかしい。何と書いてありますこれは誰が書いたんですもらったんですよ。誰から 誰からだっていいでしょうあなたは不幸せな人です。この紙をもらったのはあなたの運が悪かったのです。何と書いてあるのです早く聞かせてください。大変なこと書いてありますよ。話したらあなた青くなって飛び出すでしょう。どんなことですよろしい。 聞かせてあげましょう。しかし、その前に、この紙は一時も早く、あそこのストーブへお捨てになった方がいいです。焼くのですかそうです。どうして焼くのですあとで話せばわかります。一刻も早く焼いておしまいなさい。それがあなたのためです。船の給仕は 初めには何でもないことが書いてあるのかと思っていたらしかったがだんだん霊研の態度からをして恐るべき大変なことが書いてあるのを察したらしくもはや笑いもしないで言われるままに紙切れをストーブへ持っていって焼いた焼きましたかほう。はあ、では話してあげますねその前に順序として どうしてあなたあの紙切れを手に入れましたかそのわけを話してください兵隊さんにもらったのですどこで船の中でどんな兵隊さんでしたかその時の様子もっと詳しく話してくださいそれを聞いたあとであの紙切れに書いてあったことを話してあげましょう どうして先にあの英語の訳を話してくださらないんです話したらあなたがびっくりしてこの酒場から飛び出すに違いありません私それを好きませんだからそれより前にあの紙切れをあなたが手に入れた時のことを聞いておきたいのですボーイさんウイスキーソーダを2つください 実は、ただでもらったのじゃなく、ビール一本と交換したんです。ビール一本とそうなんです。これは驚いた。どうしてあんな厄介なものを背負い込むのに、ビール一本出したのです。この前、上海から帰る時。 船の球児はまきたばこの灰を丁寧に灰皿にこすりつけながら話し始めた「ある日そうです上海を出た翌日のことでしたな」「パントリーから帰る途中3等の甲板を通ってから手すりに寄りかかっていた1人の白衣の兵隊さんが振り向いて」 防衛さんと呼び止めるのです。私は何用だろうと思って立ち止まりましたするとその兵隊さんは顔はよく覚えていません兵隊さんというものは負傷兵であろうがなかろうが皆赤黒くて元気でどれもこれも同じ顔をしています名前だけは聞きましたがんのというのです この兵隊さんは片手に持っていた紙切れを振ってこれをあげようかというので何ですかと聞きましたその兵隊さんはこれには面白い話があるんだそれを話してあげるからここへ座りたまえというのです私は3頭のパントリーで皿を洗ったばかりのところで当分手がすいていましたからおつきあいだと思って 兵隊さんと並んでロップの上に腰掛けましたそんならビール1本と交換したんじゃなくてただで兵隊さんからもらったのですねとデーケンが顎をなでながら聞いたいやあとで分かりますから黙って聞いてくださいその兵隊さんの話を聞いてみるとこういう順序なんですロザンの戦いの時 リンノと二人の兵隊は伝令となって右翼部隊のところへ行くことになりましたところがそれが真っ昼間のことですしすぐ500メートルばかり離れた向こうに敵がいるので全く命がけの仕事だったのです三人は離れ離れに塹壕を飛び出すと敵のトーチから吐き出す機関銃の装車を浴びながら転ぶように山を下りていきました右翼部隊がいるのは 1 0 0 0ルばかり離れた谷の向こうの山陰です山を半分ほど降りて振り向いてみると一番後からついてきていた兵の姿が見えませんやられたらしいのです残った2人は機関銃の集中射撃を受けながらシャニムに降りましたそのうち谷間へ出たのでそこの谷川の中を1 0 0ルばかり前進し それから谷川の騎士を這い上がってまた走り始めたところがその途端に凛野はガンとこん棒で殴られるように打ち倒されてしまいました立ち上がろうとしたが立ち上がれませんそこで転ぶように谷川へ降りて調べてみたら左の太ももに貫通銃創を受けているんです彼は応急手当をするとしばらく谷川を這い回りました 谷川とは名ばかりで、石ころばかりの川肌が露出して水はどこにも流れていない一軒幅ぐらいのまるで塹壕みたいなところですその上岸の両岸に鬱蒼と樹木が密生しているのでしばらく休むにはもってこいの場所でしたさっき走った時には夢中だったので気づかなかったがよく見ると谷川の石ころの上には至るところに品兵の死体が転がっていて 名状しがたい異臭が立ちこもっていますそのうちに凛野は睡眠不足と出血のために猛烈な眠気に襲われました今寝たらそれが最後になるかもしれぬと思ったので一生懸命に石ころの上を下へ下へと張っていきましたがどうにも疲労と睡魔には抗い難くカタカタいう期間中の声を聞きながらついぐっすり寝込んでしまったのです 何時間寝たかわかりませんがしばらくして目を覚ましてみると空は黄昏近くなり機関銃の音も小やみとなって間近なところで苦しげなうなり声が聞こえますむっくり上体を起こしてその方を見ますと若いシナの士官が一人仰向けに寝ています敵軍の戦闘力を滅殺するのが戦闘の目的である以上 一人でも多くの敵兵を倒すのは兵士としての義務なのですでリンノは片手に銃剣を握りしめ痛む足を引きずりながらギュッと唇を食いしめてその方へはいよりましたところがあなたそのシナの将校は世にも哀れな顔をして両手を合わしてリンノを 拝んだというのですそばへ寄ってよく見ると目はちばしり額には玉のような汗がにじみ顔や手足は泥にまみれて真っ黒になり腹部をやられたらしくその辺りがちみどろになっています余命幾く,くもないことは一目でわかりましたもうこうなったら敵も味方もありません おたいいに傷ついた人間同士です。ンノが銃剣を話してみせるとその将校も安心したらしくしきりに手まねで「水をくれ」と言いますリンの水筒はとっくに空になっていたのでもぞもぞ入りながらそこらに死体となって転がっているシナ兵の水筒から少しずつ水を集めて持っていって飲ましてやったら「おおどんなにうまそうに飲んだでしょう」 あんなに美味しそうに水を飲む人間は、りんのは後にも先にも見たことがないと言っています。それから、彼は顔にこびりついた血や泥を拭いてやったり、氷砂糖を口へ入れてやったりしたのですが。すると証拠は少し元気づいて、とぎれとぎれの苦しそうな息の下から何やらしきりにしゃべるのですが、それがしなごなのでさっぱり通じません。 その将校はもどかしげにポケットから手帳を出してそれに鉛筆で何やら走り書きをするとそのページをちぎって林野に渡しましたそれが今の紙切れなのです林野は将校が最後の息を引き取るのを見届け日が暮れると騎士を這い出して闇の中をまごまごしているうちに味方の兵に救われ それから野戦病院へ入り間もなく内地創刊ということになったのです英語の読めないリン野は病院でも船の中でも紙切れに書いてある文句の意味をいろいろ想像してみました自分がした小さい親切に対する感謝の文句のようにも思われればまた品将校の個人的な衣装を託したようにも考えられる どっちにししてても悪いいいいいこととは書いていないと思いました。虫のいい想像ですがことによるとお礼として何かを譲ると書いてあるのかもしれない病院の将校に見せたならすぐにでも読んでくれるとは思いましたが敵軍の将校に対して何か非常な恩恵でも施したように誤解されるのは心苦しいそんな気持ちもあったしまた面倒くさくもあったので。 彼は船にに乗るまで誰にも見せないででいいたのですいよいよ内地送還と決まって船に乗るとたかが一片のちっぽけな紙切れのために悩まされ邪念妄想のとりことなっている自分がバカバカしく思われだしました万一それに何かの報酬をやると書いてあったにしたところがそんなものを平気で受け取ることができるだろうか。 自分は名誉ある帝国の軍人ではないかたとえ感謝の印だろうが敵軍の将校から報酬を受け取るようなそんな寝覚めの悪いことが日本の軍人としてできるだろうか一文の報酬をもらわなくとも一つの勲章をもらわなくとも日の丸抱えて陛下のために生死の間を奉公したというこの誇らしい思い出そのものが 板金に代えがたい報酬ではないか？リンのは綺麗。きれいさっぱり謎の紙切れを懐中に葬るべく看板の手すりに寄りかかったのです。そこへ通りかかったのが、パントリーで皿を洗い終わった私という順序なのです。私も兵隊さんの話を聞くと、なんだかいいことが書いてありそうに思われたので、ありがたく、その紙切れを頂戴すると彼が辞退するのに。 無理に料理場から挑発してきたビールをお礼として申請したのですあなたは英語も日本語もおできになります何が書いてあるかわからんのでめったに人には見せられませんがあなたなら大丈夫と思って見てもらったようなわけで船の給仕はこれだけのことを話し終わるとウイスキーソーダのグラスを取り上げた レイケンはまともに彼の顔を見つめていたがなるほどよくわかりましたあなたはバクシネーションをおやりですかと静かに聞いたバクシネーションとは何と言いますかねほら天然痘の注射です手刀ですか そうですあれをやりましたかずっと前にやったことがありますとにかくすぐ病院へ行って診察してもらった方がよろしいこう書いてありました私は天然痘ですご親切に対する感謝として申し上げるのですがどうかお帰りになったら全身を 「ご消毒なさってください」「5」「空には星がたくさん光っていた」「真っ黒い海のような地平線のはるか向こうの夜空にぼーっと薄明かりがさしているのは上海であろう」「その薄明かりを背景にして」 大きな怪物のようなニレの大木の葉のない小杖が冬の夜風におののきながら夜の歌を合唱していた「ゆいゆい」とロバを叱咤しながら家路を急ぐ百姓の声がどこからともなく風に乗って流れてくる今では平和なロバが家路へ急ぎしめやかな土の匂いのするこの豊溶な野原がかつては 大砲機関銃が遠雷のごとくとどろき幾多の兵士が血みどろになって殺し合う戦場だったと言って誰がそれを信じえようここで戦争があったというのは果たして本当なのだろうか星に聞いても答えずニレに聞いても答えない天を焦がす猛火に家を焼かれ親や兄弟に生き別れて 今日は西、明日は東と駆り立てられた当時の人たちが安心して金銀財宝を託し得る唯一の場所は地底だけであった土地よお前はどんなに多くの財宝を飲みどこにそれを隠しているのか神秘な土地は永遠の沈黙で答えるだけであるだが人の子が土に埋めたものは口から口 目から目と伝わって遅かれ早かれ結局は人の子によって発掘されるものだそれは埋めた当人であることもあれば遠い第三者であることもある今夜ニ連の大木の根元をせっせと掘り始めたのも実はその第三者の一人なのである冬の夜風に吹かれながら上着を脱ぎ捨てた彼が シャベルを踏んでは土をおこし踏んでは土をおこしするごとに湿った土のにおいがプンと漂い星の光を受けたシャベルがピカリと光ったやがて額からは熱い汗がダクダクと流れぬれたシャツがべっとり背中に食いついたが彼はその汗を拭いもしないで一生懸命に掘りに掘るのであったこの男こそデーケンなのであって なと,とは真っ赤な嘘。彼が見た品証庫のノートの切れ端には「私には妻も子もありません」「上海郊外のパーリー隊のニ例の根元に埋めてある金貨1万2000ポンドは我が軍が亡国会社から受け取ったものですがご親切に対する感謝の印として君に贈ります」と書いてあったのだ。 ああ、彼は気が狂ったのか間がさしたのか金のためにはこうも人が変わるものなのか一体地下の金の所有権は誰にあるのだもろんそれは外国会社品商工林野と巡り巡って今は船の給仕の手に握られているのだけれどもデイケンはそうは考えなかった どうせ元を正せば出どころの怪しい金ではないかこんな金に所有権も減ったくれもあるものか自分は今金に窮している1万2000ポンドもあればこんな不景気な品や日本にいなくても峰子と一緒にどこへでも行けるスタンブールリビエラビアリッツ旅から旅の愉快な生活おお神よ かまうものか掘れ掘れ彼はヒーヒー喉を鳴らしながら着ぐるいのようになって掘ったやがてシャベルに手応えがあった土を払いのけると立派な箱が出てきた大きな細長い木製の箱で全面に精巧な彫刻が施してあるなんという見事な箱であろう 箱のふたを取りのけて「おっ<お>!」と叫んだ星明かりに透かしてみると箱の中には福井く,くたる方向の発散するバラや白百合の花がいっぱいに詰めてあるのだそうしてその花を描きのけてみると大理石で刻んだヴィーナスの女神のような女が静かに眠っているのだ 賢は懐中ランプをつけて氷のように冷たい女の肌に恐る恐る指を触れてみたそうして両目を閉じた老人形のように白い女の顔をじっと覗き込んでいるうちにだんだんそれが峰子の死体であるという動かすことのできぬ恐ろしい事実に気づいておお と二度目の叫び声を干からびた唇から漏らすのだった霊研の胸に初めて真相が火を見るごとく明らかになった峰子は自分の後を追って上海へ来たのだそれを待ち伏せしていた天文学者がこの辛辣残忍な復讐を企んだのだ 今日酒場であった白服の男あれが彼でなくて誰であろうささん、皆さん。そうあえぐように女の名を呼びながら霊賢はさながらもう取り戻すことのできぬ遠い過去の国の心臓の音を聞こうとするかのように哀れな女の胸に。 ぴったりと耳を押し付けるのであった。